最近ものすごい気にしてるんですよ。それでまたこれで日本一でしょ。サッカーな。切れてらっしゃる。切れてないです。あの、これ後ろの。クレイジーになれよ。オッケーですよ。何こら、タコこら。あ、僕はやらないです。やってない。やらないです。あの携帯とかは今どちらなんでしょうか。ガロン。僕はほんの頃のまであの糸電話使ってました。今ちょっとあのガラケーに変わって、これでもねあの今日こういうことがあるというので。説明されまして、あのこう文字だけの人と音声の出るなんていうんですかね、僕たちみたいな人がこういっぱいラインナップしてるの見て、そこで初めて、あ、俺と長州選手にオファーの来た理由が分かりましたなんかおかしい、なんでこれ必要なのかなと思ったんだけど、たらこういうのやってると、この音声の出るやつと文字だけのやつがありますよって言われて、あ、そういう、そこで気がついてめちゃくちゃ払ってる通訳しましょうか、今お願いします。なんかな、別にやれることはやるっていうスタンスで、やれないことはやらないですね。俺がこういうことをやって大丈夫なのって心配はしたけどね、途中から、あ、この俺のこの滑舌の悪さがもう今喜んでるんだなと思うからもうそれそれでいいやと思って、一生懸命はそんなにやったつもりですよ。このイラストの中で一番のお気に入りとかってあったりはしますか。ない。もう切れたことないですよ。うまくできてるよ。どれがお気に入りですか。強いて言えば西原さんの。これあの音声が出るのにね。他のこともそれぞれでまたいいのかな、ね、心配になってもいい。最近ものすごい気にしてるんですよ。それでまたこれで日本一でしょ。サッカーになって切れてらっしゃる。切れてないですよ。何でそれだろう。だって分かる、集団としてる。全然悪くないよ。